にちは、高畑葵です。皆さんお元気でしたか？はい、今日も高校2年生の時に私が作詞作曲しましたオリジナルソングのバラード Say Goodbye という曲をピアノ弾き語りをいたします。その前にこの曲のエピソードなんですけれども、私パリに今住んでいる双子の妹カツラ、今私は東京、日本なんですけども、正確に今埼玉なんですけど、高校時代も、実はカツラが京都で私が東京というふうに離れた生活をしていたんですね。で、高校も都立の高校に行ってたんですけども、そこから帰り一人とぼとぼ歩いて帰ってきて、家で一人で、そういう時代に書いた曲なので、今日はそれを思い出しながら歌います。あともう一つエピソードなんですけども、中学生の時からずっとこういったピアノ弾き語りのオリジナルソングは作っていたんですが、高校3年生の時に、芸大の作曲家を受験しようと決めて、芸大の名誉教授で副学長も歴任された野田照之先生という、もう日本を代表する作曲家の先生に習うことになりまして、初めてお家にご挨拶に行くときに、何か曲を作った曲を持ってきなさいということで、クラシックのような現代曲の曲とかクラシックの西洋音楽のような曲は、全く書いたことがなかったので、この曲を、私の一番のお気に入りの曲なので楽譜に書いて、持ってきました。で、その時に、ちょっと歌ってみなさいっていうふうに言われて、歌った覚えがある曲なんです。ね、先生にはすごく褒めていただきまして、でもこれからクラシックの曲とか西洋音楽の曲とかオペラとかオーケストラとか合唱曲とかね、もう室内楽とかいっぱい名曲を聴いてそういったものも書けるように勉強しなさいというふうに、ということで、それからまず初歩の和声法というものを、本当は3年間ぐらいかかるんですけども、それを私はもう猛勉強をして3、4ヶ月で勉強しました。ね、もう学校の休み時間も、それから学校の帰り道もバスに乗らずずっと歩いて、こういったご存知の方もいると思いますけど、この芸大和声の初級の第1巻、これをとかね、2巻とかこういったね、ものを見ながら、ずっとひたすら歩いてたので、よく通りの電信柱に頭をぶつけました。こう歩きながら、こう固い電信柱にガーンコーンで、かなり脳震盪はもうしょっちゅうしたんですけど、おかげでちょっと今ね、変なことを時々言うかもしれないですけども、お許しください。ということで、おかげさまで芸大には良い成績で入りまして、それからもうひたすら脇目も振らず、作曲の勉強を、クラシックのオーケストラとかね、そういったものを書いたり勉強してきました。で、大学院を卒業して、20年ぐらい前になるかな、もうそんなになりますね、卒業して、それからいろんな曲を書いてきたんですけども、こういったオリジナルソングを、弾き歌いをする、したり作ったりっていうのは、もう私のライフワークとなってますので、ぜひ、両方、やってきますので、ぜひまた聴いてください。それでは Say Goodbye なんですけど、このドレス、これ実はまた登場します。私の最愛の母、10年前に亡くなった母が手作りで作った曲な、手作りで作った曲じゃなくて、手作りで作ったドレスなんですね。パリの妹の分もこれ2セットあります。これ、ここが帯になってるんですね。もうデザインも全部母がするんですけども、とても素敵で、ちょっと下まで見せられないんですけど、こんな風になってます。これはがんで5年間闘病している間、最後の瞬間までベッドの中でたくさんのドレスを作ってくれました。今日はこの思い出のドレスを着て、Say Goodbye、この歌を歌います。聴いてください。
講座とかないんですけども、またあの和音進行とか、ね、どういう風な似合っているのかなっていう私のお気に入りの、和音進行やコード進行などもご紹介いたしますので、また動画見てください。よろしくお願いいたします。では皆さん、本当にいろいろなあのウリスとか、ね、あのコロナだけじゃなくて、あのいろいろ精神的にもあのストレスが出てくるかもしれないですけども、どうか心の中は平和で、いつも祈りに満たされて、みんなで助け合って生きていこうっていう気持ちで、ぜひ頑張りましょう。乗り切りましょう。
それではまた。さよなら。お元気で。